うっす、どうも、キノマツレ。今回もキノマツレやっていくわけなんだけども、まあ、前回はもうここのすべての宝箱を取っていけたと。で、次、キングダム・オブ・コロナ。まあ、ここに向かえばいいわけなんだけど、ある程度進んだらやめるって形で。で、ここの、なんだっけ。そう、さっきのキングオブコロナの、幸運のマークと宝箱もすべて回収したいから、今回も、まあ、完璧攻略を目指して、完全攻略、完璧攻略、まあ、それを目指して、まあ、いけたらなと。その前に、そうだ、もうちょっとで、もうちょっとというか、明日、ポケモンソード、シールド、そして、スターウォーズの発売なんだよね。で、新シリーズでその2つをやっていけたらなって、俺は思った。ちょっとね、スイッチのゲームもやってないわけだし、で、PS4 もキングダム3だけなのはあれだし、まあ、ちょくちょく、2つしか2つしかやってないから、あまり偏りすぎるのも良くねえなって思うから、今度その2つで。よし。さあ、到着。お外に出ちゃダメなの？外の世界はとても危ないところなの。ずっとここにいなさい。安全だからね。わかった、ラプンツェル。部屋の明かりちょっと暗くするわ。よいしょ。確かラプンツェルの声優は、ラプンツェルの声優は毎年私の誕生日に現れる光、中川翔子らしいですよね。はっきりと感じる。あの光は私のために、窓越しにじゃなく、いつかこの目で、その場で直接、あれが何なのか知りたい。次、池坊風に行ってみた。キングダム・オブ・コロナ、やっぱり小学生のままだ俺。ここはのどかだね。天気もいいし、ピクニックしたいよな。俺は今日は目的は何だろうな。何かあるんだろうね。ロッキーだな。何かあるからこの世界への道が開いたんだろうし、今は慌てなくてもいいんじゃない。まあそうだね。ハートにすばらしいしね。ほら、ドナルドが言ったからハートレスが出た。ピクニックは終わりだね。あ、ボーナス。さあ、ハートレスをやっつけるぞ。君たち、ずいぶん慣れてるみたいだし、ここは任せていいかな。うん、俺たちは大丈夫だから、お兄さんは逃げて。助かったよ。馬ならまだしも、あんな魔物に追っかけられるなんてな。いやあ、こっちの話。俺はフリン、よろしくな。ほら、
魔物が襲ってくるぞ。さあった、さあった。よし、戦うか。アトレスの群れを倒せ。あー、装備し忘れた、あのトイストーリーのやつ。痛い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 。まあこれはサクッと普通に倒しちゃうか。まあレベルも随分上がってきたことだし、痛いな。当たって当たって当たって、もう普通に軽々しく倒していくけど、普段通りで倒すけど。よいしょ、あった。どこどこどこ、あ、いた。こいつそんなに強くないっしょ、こいつら。レベル14がおすすめみたいな書かれてあったけど、言って普段と変わんないから。またシールドを。これを、これを、いや、カウンターのさ、あのカウンターピストやりたいんだけど、あれカウンターピストかっこいいからね。さあ、オッケー。あ、エアロ手に入れた。エアロは嬉しいな。あれ、フリンがいないぞ。フリンならあっちに行ったよ。ん？あっちって行き止まりじゃないか？あれ？おかしいな。ちょっと見た？心配だから行ってみよう。俺は見たからあっち行ったよ。俺は見たからね。さあ、スラッシュドロー。空中で地面にいるターゲットに対して切り落として攻撃。おー、いいね。オッケー。フリンを探そう。これはどこだ。あー、ここね。よし、なるべくいろいろなものとか、すべての宝箱を回収していきたいから。うん、なかった。じゃあそのまま進んじゃっていいかな。行き止まりだけど。あれ、こっち、あ、こんなとこがあるんだ。あ、宝箱、しかもでかい。あー、分かった。多分マップじゃないならあれかな、クラシックキングダムのやつ。それ、やっぱり。これ装備したんで、あとで戦闘シーンの時に見せていきたいな。え、やっぱり行き止まりだよ。ま、無事に逃げられたみたいだし、いっか。ん？あれ？空も消えちゃったよ。隠し通路だ。どこかに通じてるぞ。調子はどう？俺、
フリーンライダー楽しくやってる？うん？他に誰がこの場所のこと知ってるの？フリーンライダー。なあ、お嬢ちゃん、俺はラプンツェルよ。はじめまして。まあ聞けよ。俺は森の中を楽しく駆け回ってた。で、この塔を見つけて、それで、あ、おいおい、俺のカバンどこやった？私が隠した。絶対に見つけられないところに。それで、私の髪の毛どうしたいの？切るの？え？売るの？まさか。じゃあ、髪の毛が欲しいんじゃないの？どうしてそんなもん欲しがるんだよ。俺は追いかけられて塔があったから登ったんだ。ただそれだけ。いいわ、フリーンライダー、あなたと取引してあげるわ。取引？こっちを見て。あなた知ってる？この光が何か。プリンセスのために飛ばしてる明かりのこと。飛ばしてる？やっぱり星じゃないのね。いい？明日の夜になると、この明かりがたくさん空に向かって飛んでいく。あなたは私のガイドとして、その場所に連れて行き、ここへ送り返すの。そしたら、無事帰れたら、大事なカバンを返してあげる。さあ、どうかしら？いや、それは無理な話だな。残念だけど。俺は今、この国相手にちょっと喧嘩してるもんでね。のこのこ出かけるわけにはいかない。あなたはここへ導かれたのよ、フリーンライダー。何が導いたのか、運命、宿命。だからあなたのことを信じるって決めたのよ。まずいこと決めたね。私は本気なのよ。つまりこういうことかい？君に空飛ぶ明かりを見せて、ここへ送ってくれば、すぐにカバンを返してくれるってわけ？ええ、約束する。私は一度約束したら、何があっても決して破ったりしないわ。絶対。参ったな。盗んだティアラが見つかったらまずい。それだけは絶対ダメだ。カバンは絶対に取り戻さなきゃならないけど、また魔物が現れるかもしれないし。そうだ、さっきの奴らまだいるかな。腕は立ちそうだし、使えるかもしれない。いいよ、わかった。ミニー連れてってやる。ただし条件がある。俺の仲間も一緒に連れていく。ムービー長くね。なんだろう、あの塔。行ってみよう。さあ、オッケー、塔へ向かおう。塔の塔を登ればいいんだけど。いや、あの塔気になるよね。宝箱があるんだけど。あ、そうそうそう。よし。あ、そう、これ塔の上から取んなきゃいけねえんだ。いや、オッケー、じゃあ塔登るか。塔をこっちに上がっていって、またムービーか。これが草ね。これが自由。最高。フリン、大丈夫だったみたいだな。うん。ああ、
お前たち、いいところに来た。あの子は？ああ、彼女の名前はラプンツェル。どうやら初めて外に出たみたいなんだ。落ち着くまでそっとしといてやってくれ。初めて外に？信じられない。とうとう外に出たのよ。外に出た。信じられない。とうとう外に出た。お母様の言いつけを破って外に出てしまった。きっとカンカンね。だけど別に構わない。バレなきゃ平気だもん。でしょ？どうしよう。お母様が悲しむわ。ものすごーく楽しい。私ってひどい娘よね。戻らなくちゃ。絶対戻ったりしないんだから。私って本当に最低の人間よ。これは普通の映画でも見たことあるわ、このシーン。今までで最高の日だわ。君、自分の心と戦ってるんだね。すごくわかりやすく。できたよ。だよな。ちょっと待って、あなたたちは誰？え？さっき言っただろ、俺の仲間。仲間？名前は…ああ、俺はソラ。トランよ。ルフィだよ、よろしくね。ソラ、ドナルド、グーフィー。ええ、よろしくね。私はラプンツェルよ。そう、俺の仲間だ。うん、どういうことだよ。彼女、城に行って空飛ぶ明かりを見たいそうなんだ。親切な俺は彼女の願いを叶えてやりたい。でもさっきみたいな魔物が現れるかもしれないだろ。親切な君たちもきっと協力してくれるんじゃないかって。僕たち親切だもんね。うんうん、アートレスが現れるなら、おうおう。俺たちにお任せ。決まり。ラプンツェルって面白いね。自分の心に正直なんだろうね。外の世界に出られた感動が抑えられないんだな。俺にもよくわかるよ。ワンの頃だ。ドナルドとグーフィーとはずっと一緒に旅してきたけど、初めて会った時のことは忘れられない。そうだ。だって忘れられないだろ、こんな面白い顔。よいしょ。まあまあ。絶対に忘れられない親友だ。よし、来た。グッときた。普通にグッときた。